LINE は TRUE、 あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネルのもっかきです。マスダのトゥエです。はい、カキさん、はい、宇宙人といえば、うん、どういった姿を思い浮かべます？うーん、ちょっとグレー型のやつ、目でっかくて、あー、やっぱそうですよね、こういう感じの、あー、まさにこんにちはって言ってるよね。言うてへんやろ。いや、言う、絶対なんでそんなご機嫌やん。はーいみたいな感じで出てきてるやろ絶対これ。いやいや、びっくりするから。後ろに UFO まで携えてくれて、いや、わざわざ店に来てね、なんか新車買ったら店ビル貸しに来る友達と一緒やこれ。まあでもそういう感じのイメージ、ランドマン行かへんみたいなの。そう、ほんまにこういう感じのイメージが、うん、まあ一番強いと思うんですけど、イメージはあるけどな。他にもね、うん、タコのような見た目だとか、はいはいはい、まあ、怪獣のような宇宙人とかもおるわけなんですが、まあ、まあ、一体一番有名なのはこのグレイなわけなんですよ、はいはい、で実際に、まあ、アメリカ、まあ、エリア51というと、まあ、宇宙人と関係してるんじゃないのかとか、まあ、UFO の中で実験してるんじゃないのかって言われるんですが、言われますね。そのエリア51、うん、近くにですね、うん、あるショップがあるんですよ。あるショップ、そのショップはこちら、見てください。あ、土産さんね。宇宙人ビジネスしてますこれは町おこしとしてええやろ別に、ね、ネッシーやってそうやんか。近くになんか博物館みたいなの作ってさ、別にネッシーの骨があるわけでもないのに、はい、博物館やってそうすよ、お土産で儲けてるやん。見てください、でっかい宇宙人の 雑やん、ね、雑やん、ね、なんかあの文化祭のなんか門のとこにある感じやろこれ。でもこういうことやってるわけなんですよ、はいはい、で宇宙人イコールグレイっていうのはやっぱ世界共通のイメージとしてあるわけなんですけど、世界共通の姿なんだ。はい、うん、まあでもね、こんな奴らは幻想ですよ、うん、幻想。どうすかね、ちょっと自分が高齢だって自覚がある方、うん、自分が子供の頃、うん、このグレー型の宇宙人が一般的でした？我々はの時のタコ足の世代もいいんじゃん。そうなんですよ、うん、そういった話をしていこうと思うんですけど、おいおいおい、これグレー型は幻想なんですよね。巨万の富をもたらした宇宙人。え、どういうことかと。儲けたところ、グレイは儲かるんですよ、うん、で実際このグレイの見た目、うん、どっから世界中に広まったかっていうことなんですけど、うんうんうん、グレイが広まる前の宇宙人ってのはやっぱこういう形やった、うん、それそれそれ、うちの多分親父とかこの世代ちゃうか、悪そうな顔してるでしょ。まあまあ顔はどうでもええねんけどね、めちゃめちゃね、まあ、いわゆるその多孔型というやつですね、はい、でこれは1898年、はい、H.G. ウェルズが発表した小説、うん、宇宙戦争のイラスト、はい、これ有名ですよね、はい、SF のパパって言われる方がね、書いたもんですから、って言ったらいいね、これね、急にね、フリーザみたいになっちゃったのか分かんない。見てください、権威ありそうな顔をしてるでしょ、うん、いや別に顔はどうでもええねんけどね。でこの方がタコ型宇宙人を入らしたんですよ、うん、ところがですね、まあ、ちょうど50年ぐらい前、1970年頃、うん、映画や小説を通じて宇宙人イコールグレイという浸透がね始まったわけなんですよね、はいはい、まあ、つまりグレイというのは幻想、うん、実在していないと、エンタメとともに作られた共通幻想なんですよ集団幻想ですよ。言いました。その背後にはアメリカ政府をも巻き込んだ一大ビジネスが築かれてるんですよね。どういうことですか？実際、うん、僕たちが知っているこのグレー、うん、世界を股にかけた巨大ビジネスの可能性があると。今日めっちゃ金金してんな、まあ、やっぱ僕と言ったら金なんでね実際にグレーがどのように世界に広まったのかっていう話をしていきたいんですけど、うん、知りたい知りたい、うん、まずですね、こちら見てくださいあの北海道ね、それね、めっちゃ広まってるよなグレーな。いや、それはもうグレーはもう日本のトップアーティストなんでね、それはもう広がって当然なんですけど、しかしって感じですよね。いや、そのハウエバーね、ハウエバーの曲知ってます？それは知ってますよ。歌ってみて、ハウエバー。お、これ全然浸透せえんやんというわけでせめて知ってる曲持ってこいや、画像に。一番最初に有名になった曲が何って言って、うん、スタジオでアンケート調査した結果、うん、ハウエバーやったんですよ。確かにウェバーはめっちゃ売れたもんな。実際グレー型宇宙人が広まったきっかけはグレー関係なかったんですけど、うん、まずですね、1961年アメリカで起きたヒル夫婦誘拐事件というものがあるんですよね。見てください、このアメリカの、まあ、一般的な夫婦なわけなんですけども、うん、全然わかんないですけど、一般的かどうかは。彼らはですね、うん、まあ、それで夜に車を走らせてたんですよ、はいはい、そしたらですね、はい、まあ、UFO と思われるものを見たと。円盤型やと目撃したの、はい、はいはいはい。で夫婦は帰宅後、うん、UFO と遭遇した時に思い返してみたら、うん、空白の時間があると。ワンピースかいな。いやいや、普通に怖いでしょ、二人揃ってなんか記憶ないね、うん、みたいなことになる。あの時間からあの時間何してたっけってこと。そう、思い出せない、うん、でこれを、まあ、医師に相談したところ、医師は催眠療法した方がいいと。おで夫婦に記憶を蘇らせることをやったんですよ。なるほど。そしたら、宇宙人に誘拐されてたことを思い出したんですよね。つまり記憶を消されて戻される。いや、そうなんですよ。で、まあ、この時に宇宙人の姿として語られたのが、側頭部にまで届きそうなくらいの大きい目で灰色の肌の小さな男ということで、まさしく、まあ、グレイのイメージなんですよね。確かにそうやな。で担当した医師なんですけども、うん、夫婦が UFO や宇宙人と接触したという話は、まあ、当然疑うわけなんですよ。まあ、医者としては疑うよね。やばいやつ来た。
ゃみたいなこと思ったんですけど、うん、妻が UFO を目撃してからですね、悩まされていた悪夢の内容に影響されていたんじゃないかと、まあ、そういうね結論にしたわけなんですよ、うん、まあ、つまり宇宙人に誘拐されたと思い込んでただけと思ってたんですけど、うん、however このヒル夫婦の UFO との伏線回収するんや遭遇事件、うん、4年後ですね、うん、1965年新聞記事に掲載されるんですが、その翌年の1966年、この夫婦の体験を記した宇宙誘拐ヒル夫婦の中断された旅という本まで出版される現象になるんですよね。大層やな。この本によって、うん、まずこの大きな目と灰色の肌を持つ小さな宇宙人ということで、うん、まあ、めちゃめちゃ広まっていくわけなんですけども、うん、医師の見解とは別に世間的にイメージがどんどん広がっていったっていうことがあるんですよね。まあ、やっぱり面白おかしい体験やから、うん、これは面白いねってことで広まっていったわけなんですよ。まあ、でも、まあ、やっぱりね、まあ、文字で広まってるだけなんで、うん、まあ、一部のオカルト好きとか、まあ、面白いもの好きが、うん、まあ、ちょっと引っかかったなぐらいやったんですよね、うん、でもその後グレイのイメージ映像化されるきっかけが来まして、何？かなり広まったんですよ。でその映像っていうのが、うん、こちらの監督が作った出たスピルバーグ、みんな大好き未知との遭遇、見てください、クロスエンカウンター、めっちゃいいでしょ。スピルバーグ監督の名だたる名作の中でも興行収入4位を記録する大ヒットなわけなんですけど、ね、まあ、要するに2043億円ぐらい稼いだ映画なんですよね、うん、めちゃめちゃ儲かってる映画なんですよ。めっちゃ稼いだよね。で舞台はアメリカで UFO と遭遇した主人公が最終的に宇宙人と接触するという話なんですけど、うん、この時に登場する宇宙人というのがまさに僕たちがイメージする、まあ、グレイそのものやと。ねえ、ほらこんなヒョロヒョロのねやつですから、うん、もうグレーしかありえないんですよ。もうこのイメージから当時あれ覚えてるかな、みんな、あの X ファイル、あ、そう、 X ファイルもこんな感じやったし、いや本当にね、それこそあのね、スピルバーグともう一人並ぶ巨匠のジョージ・ルーカスのスター・ウォーズでも、うん、タミノ人っていうのはこういうフォルムしてるし、そう、なんかこの作品よく見んね、いろんなところでな。そうだから、うん、あの時、うん、共通認識としてこれを広めようと、それでまあ、うん、ちょっと味しめまして、1982年には、うん、宇宙人シリーズ第2弾として ET が公開されることになったんですよね。宇宙人シリーズってくくりなんやこれ。あ、そうです、知らんかった。スピルバーグ監督作品の中で興行収入2位になると、うん、まあ、ちなみにですね、まあ、スピルバーグというと、まあ、やっぱりジョーズなわけなんですけども、うん、はい、まあ、ジョーズもですね20まで作られてますから。違うんで、作られてないんで。ただ宇宙人シリーズは、まあ、ET がありますけど、うんうん、ジョーズは20までありますから、うん、ないんで勝手に作られてるだけなんです。で、ET もね、うん、3406億円も。めっちゃすごいな。めちゃめちゃ儲かってるんですよ。うんうん、まあ、ユニバレもありましたし。うん、なくなったけどね。さようなら。星に帰っちゃったからね、ET がね。ね、うん、はい、じゃ仕方ないですね。ET なくなった後にスペースファンタジー置くん、すげえ皮肉効いてると思うねんな。ET もスペースファンタジーやろうと思うんやけど。でね、まあ一般的にこの人間っていうのは、やっぱ映像の方が記憶に残るということで、このグレイのイメージがあるから宇宙人っていうのは、こういった感じでね、スピルバーグが広めたんじゃないのかと。だから、スピルバーグ監督は、わざと宇宙人のイメージというのを印象付けるために、こういった映画を作ったんじゃないかと。で、俺はあれかな、その、ロズウェル事件あるやんか。はい、ロズウェル事件でなんかその確保された宇宙人から連想されてると思った。あー、でもこれはビジネスなんですよ。ロズウェル事件ビジネス説っていう話ですけど、うん、未知の遭遇の30年前なんで、当然映画とかのイメージもなかったんですよね。そうだよね。でも1947年に UFO がまあ墜落しまして、うんうん、米軍によって回収されて、最初はねこれ UFO って言ってたんやけど、その後気球って言い直したまあ事件観測用のね、はい、ことやったんですけど、うんうん、まあ、ここでですね、まあ、実はこの落ちてきた UFO の中に宇宙人がいたんじゃないのかっていう話があったんですよ。ただこの話広めようって思ったんですけど、あんま UFO ってみんな知らんし、当時そう、あんま広まらんかったんですよ。あ、そうなん。一部の変な人だけがこの話知ってたみたいなぐらいやったんですけど、未知との遭遇が公開されるじゃないですか。そしたら UFO 研究家のスタントン・テリー・フリードマン氏などがロズウェル事件に再度焦点を当て、関係者へ独自インタビューを行い、軍は異星人の乗り物を極秘に回収したと発表したんですよ。つまりスピルバーグ氏はアメリカ政府からちょっと宇宙人広めてやっていうタイミングで宇宙人広めることになりましたと。インフルエンサー活動。そしたらそういったのに触発されましたスタントン・テリー・フリードマン氏が、おお、ええやんってことでロズウェル事件に焦点を当てて、でもこれもリーク情報とかあったんですよ。今ロズウェル調べた方がええでみたいな。あ、そうなんや。そう、有名なにインフルエンサーに先に情報を教えるみたいな感じで、で、こう情報を教えたら、まあ軍は異星人の乗り物を極秘に回収したことを発表してくれたわけなんですよ。見てください、嬉しそうでしょ。なんで嬉しいんこれ。軍から情報をもらえたから。あ、そう。やっぱリーク情報があったんですよね。で、1980年にこのインタビュー内容がタブロイド紙に取り上げられたことがきっかけで、まあ、ロズウェル事件っていうのは再び注目を浴びるようになったと。で、まあ、すると墜落した円盤やグレーの死体を見た
だという証言が続出しまして、うん、1995年にはグレイが手術台の場所に横たわる宇宙人解剖フィルムという、ね、これね衝撃的やってる日本のテレビでもね、はい、これはまあ作り物っていうねいろんなところでね聞くんやけどね、まあ、三上さんとかもね、まあ、おっしゃってますけど、まあでもこういうイメージでやっぱこれすごいインパクトある画像じゃないですか。いやそうよな、そうこれ見たらあおるんやって一瞬思っちゃうじゃないですか。子供ながらに思ったよ俺は。ネッシーのね写真を見て、うん、ネッシーおるやんと思うのと同じようにフェイクなんですけど、こういうことで、まあ、結局ですけど、はい、なんでしょ俺らイギリス行ったんあれ。ネスコも UFO も、うん、でビジネスなんですよ。ネスコ行って分かったでしょ、もうアトラクション化してたやん。俺もネスコセンターってなんかもっとボロい小屋みたいなとこなんかなと思ったら、なんか研究費を削られてるからみんなで出資してやっとの思いで研究を続けてますみたいな。そう、めちゃめちゃ綺麗で立派な建物ありました。そう、うん、ネッシーを探索するためのムービーみたいなもの用意されとって、そうあれ作るだけでも結構かかってるって。無駄にドライアイスとかね、うん、スモークも焚かれてて、うん、2億ぐらいかけてたっけ。そうその金ネッシー探すのに使え見つかってもうたら困るから、まあ、でも要はビジネスになるんですよ、ユーマも UFO。 俺らも人のことは言われへんけどな、都市伝説をビジネスにしてる以上。そうっすよ、うん、同じ穴の無人なんですよ。まあでも、うん、だからグレイっていうのは、うんうん、作られたキャラクターなんですよね。ロズウェル事件、うん、まあ、さっきもフリードマン氏がこの注目者ということを話しましたけども、うん、実は1956年から1970年14年間彼はですね核物理学者として原子力航空機や宇宙空間のための小型原子力発電所などのこのアメリカ政府の高度な機密プログラムに携わっている人物なんですよ。お、だからマジで政府からのリークがあったとしてもおかしくないんですよね。そらそうだな。突然1978年になって、うん、政府は UFO や宇宙人を隠しているみたいな話をしだしたんですよ。スピルバーグ氏とかと共闘して、まあ、広めるようなプロパガンダをしてたんじゃないかと。なるほど、だからその事実をより広めるためにエンタメを利用したってことだな、はい、そう。じゃあなんでアメリカこの1970年代この50年前に UFO やグレーの存在を前面に押し出してきたんかと。なんでだと思います？あれからまあ宇宙を目指すみたいなことのために宇宙に関心を向けるからとかじゃないの。ああなるほどね、うんうん、まず一つはお金儲けなんですけど、お金もやっぱり理由があるんですよ。なんだグレーがちゃんとキャラクターとして世界で確立すればアメリカ政府にとって都合が良かったんですよ。なんでそれは宇宙を目指してるからとか、うんうん、そういうレベルの話じゃないんですよ。これグレイの存在、うん、世界に広めておけば、うん、アメリカの本当に隠したい宇宙人からもらった最新技術とかが見つかったとしても全てフィクションとしてごまかすことができるんですよ。都市伝説やでっつって、はい、うん、実際この1970年代っていうのは、うん、宇宙開発競争とかも行われてましたよ、ソ連と。とって冷戦中やもんな。冷戦が激化しててこの技術の秘匿というのをどうやってやるかってことを考えてた時期でもあるんですよね、うんうん、でそのためにこの宇宙人グレイを入らすことが必要やったと、うん、まあ、実際宇宙開発が盛んやったんで、うん、まあ、他国にバレることなくこの偵察機を飛ばすことができたらすごい価値があったわけなんです、うん、なるほどなるほど。で実際にこの頃宇宙開発の一環としてアイゼンハワー大統領のもと1958年に NASA が発足されているわけです。これ見たね、フライミートザムーンで、はい、いきさつを面白い映画でしたから ね、 そうね。で他にも1969年にアポロ11号に乗ってニール・アームストロングが人類初の月面着陸を成功させたりとか、うん、まあ、これが嘘か本当かは今日は置いときますね。で、まあ、さらに新しい軍事技術の発展とか、うん、極秘プロジェクトなどがあったっていうのもこの技術で、アポロ計画もね実はまだ続いてたんじゃないのかと、うん、そういったね、まあ、話もあるわけなんですよ、うん、で特に1957年から61年にかけてはレーダーや赤外線などの探知技術から隠れることができる航空機ステルス機の開発も盛んに行われたと。 UFO もステルスの技術ですからね。まあそういうことやな、はい、うん、で実際この航空機だけでなく船に対してもステルス技術を開発したと言われるんやけど、うん、船とか隠すのやっぱ大変なんですよね。まあでっかいしな。で政府はこれを極秘のプロジェクトと実際隠してたっていう事実もあるわけなんですよ、うん、で一般市民にはまだ知らされていないこの極秘の航空機の存在を UFO と紐付けることで、うん、ちょっとオカルトチックにして軍事実験とかをしても、うん、それは UFO だよグレイだよとかいうことにしとけば、うん、地元でちょっと騒がれて終わるぐらいになるじゃないですか。それがほんまのグレイゾーンやな。うまいやん。そうっす。ありがとうございます。で実際、はい、ブラックバードと呼ばれるステルス偵察機、うん、過去 UFO に見間違えられたこともあるんですよ、うん、まあ、UFO っぽいですね。確かに夜とかやったら分かれへんもんね。光ったりして高速で動いてたら今でもナイトホークという三角形のこのステルス機などは UFO として目撃されてるとか。これね。でこの作戦に一役買ったのがやっぱりハリウッド映画ということで、エンタメ強いな。でグレイを広めたこの未知との遭遇が公開された1977年、うん、同じく宇宙を舞台にしたスターウォーズも公開されて興行収入ナンバーワンやったんですよね、北アメリカで。そう。で第3位は
未知との遭遇、でその後も E.T. やスタートレックなど、この宇宙関連の映画がどんどんどん制作されていくわけなんですよ。名作ばっかり。こう考えたらやっぱり月ってハリウッドで撮ってたらおかしくないよな。そうだな。時期があまりにも一致しすぎる。グレイが宇宙人のイメージとしてすっかり定着したこのアメリカ政府の作戦って考えると、めちゃめちゃ大成功しているんじゃないのかなと、軍事とかの秘密を隠したいがために、このグレイとか宇宙人を流行らす必要があったんじゃないのかなと、まあ、僕らはなんとなくグレイという宇宙人に親しみも増してるわけじゃないですか。まあ確かにね、宇宙開発のためやったらお金使ってもしゃないよねみたいなことも思うじゃないですか。もうもう実際 NASA も10年前の予算175億ドルなんですけど、約2兆6250億円って、まあ、すごいですよね。でも現在278億ドルと、あれ 60% 増えまして、すごいね、ほぼ2倍近くなっているんですよね。どんどん増えていきまして、で2019年に創設されたアメリカ宇宙軍とかもできまして、まあ、結局2025年の予算としては4兆5千億円も使えるんで、まあ、NASA と合わせるとそれなりの額になっておりますから、まあ、要はこの宇宙人がおるよみたいな、アメリカってのは半分ぐらい宇宙人信じてるって言われてるんで、おるよってことでこの宇宙の危機に備えるとか、宇宙の発展のためやったらまあ仕方ないねみたいなことを思わせて、この宇宙経済圏を作り出す必要があったんですよね。まあ、自由に使える彼なんで結局完成されたビッグビジネスで、このハリウッドと政府が共闘してこの宇宙人を猛プッシュしてるわけなんですけど、やはり日本もその一端なんですよね。実際こちらコヤミナティでも取り上げられました、おーこれ UFO 議連のやつや、はい、令和6年6月6日、この UFO を含む未確認現象への対処について議論する UFO 議連というのが立ち上げられましたけど、いろんな政党からなるね、この超党派によって発足されるわけなんですけど、そうです、まあ、実際会長に就任した自民党の浜田康和元防衛総とかは、いっぱいある世の中のわからないことを解明していく予算配分することも極めて重要だと、はい、そういう話しております。嬉しそうですね。とったまやろ。こういう写真って大事ですから。なんで今嬉しそうなんですか。ちなみに UFO の金自由に使えるわ。いや悪っ、イメージついちゃうからやめてください。わかんないです、ね、ちゃんと仕事しようとしてる嬉しさ、未知を発見するためですからね、未知を発見するんですよ。でこのことから国が今後未確認現象を解明するという、まるで都市伝説みたいなことに税金を使えるということなんですけどね、僕らも超党入れてくれへん。まあでも公聴会で呼ばれるかもしれませんからね、専門家として準備してます。で、まあ、この存在するかはっきりしないものにも予算を使えるようになってきてるわけなんですよ、まあでもなんか別にそんな批判されてないじゃないですか。そうだね、なんか受け入れられてるよね。そう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 、で、まあ、何か裏でこの軍事的な大きなプロジェクトが、まあ、着々と進行していたとしても、結局宇宙開発って兵器開発ってのはもうね、冷戦からの時代の常ですから、実質これ軍事費なんじゃないのかってことも考えれるわけなんですけども、まあ、そういったことができちゃう予算ってことなんですよね、で、そのきっかけを加速させようとしてるのがこのドナルド・トランプなんじゃないのかと。おー、ここで出てくる、はい、複雑そうな顔してるでしょ。宇宙人との会談で揉めてるんですよ今。揉めてんのこれ。はい、実際、まあ、先ほど紹介したロズウェル事件とかもそうなんですけども、まあ、実際にあのトランプさんインタビューでロズウェル事件に関してもちょっと聞かれたこととかやっぱあるんですよね。で冗談交じりで、まあ、息子さんにも聞かれたことがあると。あ、そう。その時なんて答えたかっていうと、私が知っていることについては話さないが、とても興味深いことがあると。家族にもね言えない秘密はあるやろうから。でさらに任期中、この2020年12月に UFO の情報公開を促す法案に署名したりとか、まあ、つまり今度またトランプさんが大統領になったら、UFO 関連の動画が開示される可能性があると。いや俺はちょっとそこには期待してるね。で UFO など宇宙に対するこの熱が高まっているという状況ができてるんですよ、でさらにこの先スピルバーグ氏のこの新作が制作されていくということで、もしかしたらまたこの宇宙関連のもの、何が進行してるの今。それはもうスター・ジョーズとかスピルバーグ終わった。 B 級映画作ってる場合ちゃうやろ。結末だけ教えるのかばんこれ。でもね、一流監督というのは B 級映画作っても一流ですから。で、まあ、気づかないうちにアメリカ政府が抱えているビッグビジネスの可能性ということもね、全然あり得るわけなんですけども、これは、やっぱ宇宙人イコールグレーということで、我々気づかないうちに洗脳されたということも考えられるんですよ。これなんで洗脳する必要があったのかっていう話は、それ、まあ、周りくどない?もちろん、その軍事費とか、このビッグビジネスとかあったんですけど、もっと本当の理由っていうのがあるんですよ。何?世界を牛耳る宇宙人。まあ、グレーが有名になれば、宇宙人の種類ってグレーだけだと思う人もたくさん増えてくるんですよ。でそうなってくると都合がいい人物たちがいるんですよね。何?レプティリアン。レプティリアンって知ってます？レプリコンワクチンじゃないですよ。そっちはそっちで問題なんですけど、これはですね、人間に似た形をした爬虫類のような生物で、基本的には悪の存在っていう。まあ言われますね、そうやってね。実際僕たちの人類の中のトップになってコントロールしているっていう話もあるんですよね、ただこのレプティリアン自体は、まあ、神話とか聖書の時代から、まあ、存在が確認されているものでして、現代の指導者がレプティリアンになるという陰謀論も1999年イギリスの陰謀論者
デイビッド・アイク氏が出版した本の内容に基づいてるっていう話がありまして、はい、見てください、もうレプテリアンいるって言ってますよ。なんで声聞こえてくんねん。いやもう手の躍動感とかもすごいでしょ。絶対いるよ。他には北欧人に似た特徴を持つノルディック型の宇宙人とか、ノルディック型、実際ね信じられない話でも坂口さんがおっしゃってましたけど、ハチ、あの米津さんじゃないっすよ、これです、インセクティロイドと言われる昆虫に似た宇宙人とかもいると、まあ、つまり本当の宇宙人を隠すためにハチモンの宇宙人グレイを世界的に広めとく必要があるんですよ。確かに iPhone とかのね絵文字にもグレイあるもんな。いやそうですよ、おかしいでしょ、別にタコでもいいじゃないですか。タコもいるけどな、赤坂赤先生みたいなねアイコン感じでもいいと思うんですけども、はい、そうなっていないんですよ、うん、世の中やっぱスピリチュアル的な観点では人類に高度な精神性や技術を与えてくれていわれるプレイヤー星人とかいろんな宇宙人がいる中で、うん、このグレイ宇宙人だけ有名にしてるのは木を隠すなら森の中戦法なんですよ、うん、やっぱ一番有名なやつを作ってしまえば隠れ身のにできると。なるほど、だからグレイだけ偽物なんですよ、他の宇宙人全部おる、うん、全部おるでですね、我々コヤスターはですね今日はとんでもない情報を持ってます。やばいっす。嬉しそう。もう人間社会宇宙人に支配されてるっていう、いやもうこれ消されるかもしれん。じゃあ出したらあかんやん。でもね、今日は消される詐欺の日です。俺この前そういう MV 撮ったで、ニューワールドオーダーっていう。あ、確かに同じような設定ね。知ってます、何、1953年に何があったか。53年って何やろ、何があったっけ。すごいことあったんですよ、アイゼンハワー大統領、あグリーダ条約、その年、この年に結んだんじゃないのかなと。それね、結んだ時の写真あるんですよ。嘘やん、こっちやば、やっぱグレイ型じゃないんすよ、タコ型なんすよ。え、これ何 AI？ うん、当時の写真。どうやってこれ作ったの。作ってないよ。え、作ってるよ、これ CIA 関係者からもらって。 めちゃくちゃ画質高いし。え、すごいようできてるやん。いやだから本物。じゃあ先生これどうやって作ったの。いや本物よ、作ってないよ、うん、CIA 関係者から。当時のつぶらやプロダクションぐらいの技術はあるよ。この着ぐるみみたいな。やめろよ、つぶらやプロダクション。アイゼンハワー用意する無理や。着ぐるみ用意できたとしても。いやいやいや、ぽい人でもね、まあ、歴史が動く瞬間やったんですけど。写真撮らすなよ。何してんねん。ビルダーバーグ会議って、うん、非公開じゃないですか、うんうんうん、なんで非公開か知ってます。この世界の行く末とか未来をみんな権力者に話し合ってるから、それはバレたら計画が漏れちゃうから隠してんじゃん。でもそんなんやったら別にビルダーバーグでやる必要ないじゃないですか。ああ、場所の問題。ビルダーバーグって、うんうん、UFO の目撃スポットなんですよ。で、うん、あの場所、うん、実は宇宙と繋がっているんじゃないのかって言われていて、本当の姿を晒せる場所でもあるんですよね。これビルダーバーグ関係者からとんでもないリークが今回あったんですけど、こちらなんですよね、会議の様子がちょっと出てまして、うんうん、AI？ いやいや、ビルダーバーグ関係者からどうやって漏れたのこれじゃん。命がけで写真撮ってきたやん。誰が撮ったんこれ。ビルダーバーグ関係者。いやでも AI の使い方上手になったねこれ。なんか勝った？勝ってないよ、関係者から、うん、よく小池さんも関係者からあるように関係者から来た。誰こいつら本当に。めちゃくちゃ AI やん。これビルダーバーグの参加者、ほらよく見てくださいこの写真、ほらこれレプテリアンね、世界の権力者たちですから、うんうん、これが。でですね、この会議、うん、続きがあって、うん、次の標的の話がされてるんですよね、うん、その次の標的がこちら。やばい、綺麗に整列しとるわ。やばいな、みんななんか狙われてる、うん、やっぱそういうことなんですよ。今回総裁選とかもちょっと不可解やったじゃないですか。完全に AI やんこれ。完全に狙われてる。ザ・ネクスト・ターゲット・イズ・ジャパンって。やばすぎる。英語で共有すなよこれね。ああ狙われてる日本。これ何この画像。いやいや非常にまずい状況でしょ。いやもうこれが本物やったら絶対冒頭に持ってきてるって。いやこれビルダーバーグ関係者から。偽物やからもう最後お茶濁った。違うって。だそうでしょ、だからもうやりすぎ都市伝説の最後のさ、あのサバンナの高橋さんのパートみたいな感じでしょこれ。サバンナの高橋さん舐めてんの。いやネタ枠ですから。何やネタ枠って。いやこれ最初に持ってきたらみんな不安になっちゃうかなと思って。だってこの日本にも紛れ込んでるんですよ。だからね、友達ってたまにいなくなるじゃないですか。それは年を重ねると。ちょっとお付き合い専用。いやあいつ宇宙人やったんですよ多分。は北村とか。誰それ。山中とか。知らん知らん。宇宙人なんですよあいつら。あそうですか。あなたの身近にも、うん、宇宙人はいるかもしれません、うん、気をつけてください。次のターゲットは日本ですから。スピルバーグの新作の一枚カット。嘘だ。嘘やん。何この画像。すごいっしょ。いやどうやって作ったのあれ。いやいやだから関係者からリーク。リーク。リーク情報。綺麗すぎるよなんか。いやリークやから。最近のリーク綺麗。綺麗やなほんま。見てちゃんとほら、うん、タコ型の宇宙人たちが難しい顔してる。難しい顔してるな、うん、なんか。やっぱ日本って神の国なんでね。落とすの大変なんですよ。あそうなんや、うん。宇宙人も困惑してる。でも行けって言われてる。マジって。何この真ん中にいるモーフィアスみたいなやつ。こいつが一番悪いやつない。黒幕。黒幕なんてやつこいつは。こいつはもうタコベーター3世ですよ。
やばいやつですから。一世の時に一回日本を滅びかけてますから。そうですか。あっしゃ。さあ皆さんに大切なお知らせがございます、はい、この度僕たち株式会社イクシマル .com は新たに YouTube チャンネル運営スタッフをですね募集いたします、はい、YouTube が好きな方、エンタメが好きな方、都市伝説が好きな方、一緒に事業を盛り上げてくださる方を大募集します。お願いします。お願いします。より一層皆さんに楽しんでいただけるような動画をお届けするために、はい、ぜひチャレンジをお待ちしております。お待ちします。はい、応募方法はまず概要欄の LINE 公式アカウントと友達登録してください、はい、で登録後 LINE 公式アカウントより応募フォームをお送りいたしますので、そちらをご記入の上進めてください。応募条件など詳しい募集内容については応募フォームに記載してございます。応募期間なんですけど始まりました、はい、そして10月13日日曜日23時59分までとなります。お願いします。はい、ぜひ僕たち一緒に働きませんか。お願いします、はい、たくさんのご応募お待ちしております。働こう。禁断の